こんにちは、ヤヒロです。えー、今日はですね、ちょっと壁打ちに、えー、来てます。で、えっと、まあ、壁打ちをする上で、何を考えながら、えー、やってるかなっていうのが、あのー、まあ、参考になればいいかなと思って、撮ってます。まあ、とりあえず、フォアハンド撮るんで、あの、フォアハンドの時に、うん、何に注意をして練習すればいいのか、はい、まあ、そういうのも、あの、参考になればと思います。はい、じゃあ行きます。まずですね、ちょっと壁打ちの時に、 考える必要があるのは、早い準備ですね。あの、相手のボールが、壁に当たったときには、もうラケットが、コート後ろにある状態にしたいですよね。それができれば、あの、下向きの面で、ボールの下側、後ろに寄せる時間ができるんで、あの、もし、あの、自分で、壁打ち、壁打ちをする際は、 こうなってないか見てほしいんですよね。ボールが地面に落ちる頃に引いてたらバタバタになるんですよね。で、実際に僕がやってほしいスイングは、あの、本当にその、そうしちゃうとこうなるんですよバタバタなんですよね。全部なんかこう、間に合わないというか、すごい大変なんで、早く準備して、ゆっくり寄せる時間を作りたい。 早く準備をして、ゆっくり寄せて、早い、遅い、遅い、早い、遅い、遅い、1、2、3、1、2、3、っていう流れを作りたい。だけど実際には、えっと、これだけ言っちゃうと、あの、体のターンをせずに、まあ、体の中浅い状態で、腕だけで、極端にすると、1、2、3、 1,2,3ってこう、右手だけでやっちゃう方もいるので、あの、必ず体のターンは必要しいんですよね。体のターンをするためにどうするかというと、両手でラケットを持ってって準備完了。1,2,3,4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 。 このリズムを壁打ちの時に感じながらいけるかなと思えれば。とにかく、一番間が欲しいのは3番なんですよね。1、2、3がゆっくりであれば、休めるし、どこでも狙える状態。クロスにもストレートにもロブにもどこでも打てる状態になるし、ラケットとボールに当てやすいし、コントロールしやすいですよね。1、2、3、4。1、2、3、4。この3が、 すごく重要なところになるので、この3をするためには、早く準備しないといけません。体のターンをして早く準備して3でゆっくり寄せたら、えー、打球します。まあ、ちょっとそこにまずは注意をしながら。1、2、3、4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 のリズムを常に感じながら、ラリーができるかなー 思思えればと思いますであの壁打ちってあの、こう、見てるの簡単と思うんですけど、実際やってみると結構難しいんで、難しいっていうのは、あの打ったらすぐ返ってくるんで、結構難しいですよね。なので、えっと、最初のうちは横向いたままでもいいと思うんですよね。本当は、前を向いた状態から、両手でターンして、準備完了したいんですけど、あの、間に合わない方は、ちょっともうおへそはこう、ずっと、右向けたまま、 1,2,3,4。1,2,3,4ってやってもいいと思うので、まずは、この早い準備から、3番でゆっくり寄せる時間を作れるかなっていうのを、えより感じていただければと思います。で、えっと、体のターンをしっかりするために、えっと、注意をしてほしいこともあるので、まあ、あの参考にしていただければ。ボールがあの壁に当たって自分のほうに飛んできたら、 えっと、両手でターンするときに、あの、股関節をたたんでほしいんですよね。右の股関節をたたんで、まだこのつま先の向きが変わってなくて、股関節をたたんで足を踏み替えて準備完了できるかな。まあ、この後、あの、この時右足左足あんま考えなくていいので、とにかく股関節要は腰の向きを変えて足を踏み替えて打球できるかなと思いたい。 股関節が畳まれて、腰の向きが変えられ、腰の向きが変わったら、つま先の向きが変わり、えっと、体の向きを変える。それを、一連の流れでしたで、この時に自分で、足の向きを変えようかなってやると、良くないので、腰の向きが変わることによって、あの、つま先の向きが変わるんだと思えれば。1、2、3、4。1、2、3、4。 で、えっと、まあ、前言ったように、あの、タイムラグっていうのを起こしたくないんですよね。タイムラグっていうのは、例えばラケット準備して、振り出したら、こう、腕を振ったスピードに対して、ラケットがこう、暴れるように、あの、打っちゃうと、ボールがばらついたり、怪我したり、あの、しちゃうので、どっちかと言ったらタイムラグを起こしたくないので、1、あ、1、2、3、4、1、2、3、4ってずっと言ってますけど、 この時に、ちょっと注意してみてほしい。1、2って時に左手が伸びました。コート右に。1、2、3、4。ボールを打つまで、左手がちょっと待っといてほしいんですよ。後ろから見た時に、左腕がコートまだ右にあるうちに、体よりもこっち側に、あるうちにラケットを触ってこっち持っていけないかなと思えれば。ちょっとそう思いながら。 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4, 間違いも知っておかないといけないんで、間違いは1、1,2,3, ってこう左手が、こっちにいたのに、こっちに流れてきます。ちょっと行きます。もう一回。1,2,3,4,1,2,3,4, これよくあるんで、からあの前を向いた体の右側で打とうとするんじゃなくて、 右を向いた体の前側で打とうとした一1、2、3、4。1、2、3、4。で、これが、あの、打点がちょっと分かりにくいと思うんで、ちょっと横から取りますあれ、ね、なんで、あの、横を向いた体の前の方がいいかというと、打点の幅を広げたいんですよね。よく前で打てっていう方もいるんですけど、前で打つのばっかり練習すると、あの、厳しいボール対応できないんで、どっちかと言ったら、 後ろの方で打つ練習をしたい後ろ。後ろの方っていうのはどれぐらい後ろかっていうのを見ていただければ。あの、フォアハンドのいいところっていうのは、あの、ラケットを持った利き腕が、あの、最初、頭より後ろにあるんです。最初というか、あの、準備完了の時に。後ろにあるので、後ろにあるのを無理に、後ろにあるから、無理に前に出して打とうとするよりは、後ろにあるんだから、 後ろで持てるようにしたい。後ろっていうのは、頭に対して右の肩が後ろ。だけど、右の肩に対しては肘手首が前。この状態で打球できるかな。もちろんさっきの、1、2、3、4。1、2、3、4っていうのは守りながら。じゃあ、打点が後ろで取らないといけないってことはどういうことかっていうと、テイクバックが深くないとダメなんですよね。深く準備してるから後ろで取れるんで。 深いテイクバックから、後ろでした。後ろっていうのは、目安としては、右から見たときに、こういう状態。こういう状態っていうのは、えー、と大体ですけど、左肩腰。まあ、左半身側ですね。こっち側で打球できれば、打点の幅としては、なかなか取れてるかなと思います。深い準備っていうのは2つあって、腕のこう横から見たときに、 腕の深さもあるんですけど、体のターンの深さもしてなんですね。ターンが深くて、腕も深くて、その状態からだと後ろで打てます。でもこれが、ターンが浅くて、腕も浅いと、後ろじゃ打てないので、ターンが浅くて、腕が深くても上打てないので、ターンが深くて、腕も深くて、後ろで打てるよて状態が、ここで打てるんだったら、ここで打とうとしたけど、相手のボールが浅いときは、前で打てるはずなんですよ。 もう一回。後ろに打ちます。後ろに打つ場合は、深いターンから呼び,呼び込んで。打点が前だったら深いターンしたんだけど、ああ、浅いなと思って、前で打とうと思えば、ちょっと今、距離感が合ってなかった。後ろを取っといて、前も打てる。前で打とうと思っては、後ろってなったらまずいと思うんで、あのそんな意識ができればと思います。じゃあですね、次。 何があるかな首の動きですね。首の動き。えっと、今、あの、肩に対して後ろ。あ、肩で、頭に対して肩後ろ。で、肩に対して腕が前。肘と手首、ラケットが前って言いました。で、この状態を取りやすくするためには、顔の向きがすごい重要で、最初、ボールが前から飛んでくるんで、もちろん顔は前向いておかないといけないんですけど、顔は打つときに、打点の方に向いておきたい。 こうしたくないこうなるとあの手がく使いにくいですね。肩が使いにくいのでこういう状態で取れるか。これが打点が遅れても強打をさせてくれるあの状態なんであので首と肩ってもうつなうがってるんで肩の動きを良くするためには顔の首の動きですね。 ふ首の動きってすごい大事なので、そこにも注意してみていただければ。はいまあ、今日はですね、ちょっといろいろ何を考えながらあのフォアハンドをやってるのかなっていうのをあの簡単に紹介してみました。はいまあ、ちょっと自分で練習するときにあの少しでも参考になればいいと思うので、えっと、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。ということで、はい、今回の動画は終わります。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よく レベルアップできるようにと思い、えー、オンラインレッスンを立ち上げました。えー、今ですね、毎月、えっ、ー、と、いろんな県から、えー、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、えー、たくさんいます。で、えっ、ー、と、そういう方はですね、どうしても、あの、予定を組んで、福岡まで来て、えー、レッスンをしてっていう、あの、時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、えー、始めました。今、えっ、ー、と、全国には、あの、たくさん、あの、悩んでいる方がいます。 テニスもっと早く状態できないかな今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、えー、そういう方を救いたいと思って、えー、作ったので、気になる方は、うん、詳細はですね、えっと、概要欄に載せてるので、えー、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、えっと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、えっと、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、えっと、課題を伝えます。で課題を伝えて、改善するためには、あのどうしたらいいのか、練習方法などでも、えー、お伝えしていこうと思っているので、 まあそういう形を、えー、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、あの、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、えー、わかんない方たくさんいると思うんで、えーと、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、えー、気になる方は、えー、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。